結局今日は山中湖で1時間ぐらい弾き語りをし、この冷気とまた高原の何とも言えない、この雰囲気の中で過ごしております。いや、駅の前でねストリートライブやるのとまたたくさんのね外国の客の人たちがね今この目の前に来てくださってね、なんか微妙に照れくさいというか恥ずかしいというようなね、それがまたなんとも、いい感じで、ストリートライブやりますっていう時はねもうなんかそれはもうねスタートモードに入るんですけど、なんとなくねこの自然の中で静かに歌ってるっていうのがね、あんまりでっかい声で歌うわけいかないんですけど、でもなんとも言えない、私にとってはそれが楽しみというかリラックスできるようなね、バケーション、休暇余暇となっています。まあ、私はもう全くね休みっていうものがねほとんどないんですよね。だから時間があると電動しちゃう。でも電動が終わってね、今日なんか本当は、もっといろんなところを縦断してね富士五湖路傍電動とかねそんなことも考えたんですけどね、もう皆さん、今日はですね本当は30人ぐらいの方々とね一緒に過ごしてたんで皆さん来るかなと思ったらね10人ぐらいだったんですけれど、まあ、一緒に、そこで楽しんでいたらね、まあ、偶然にもね同じ、そのキャンプ場に、来られた、僕先生が、もう意識的にね聞きますよって感じでね旅行バッグ持って、そしてすぐさま1000冊ぐらいでしょうかねお金を入れに来てくれて、そしてまた戻って来てくれた。まあそういうこう何気ない出会いというもの、御殿場の駅でそんな出会いがあり、またこの山中湖のこの湖畔においても結構いろんな人がね来る。まあ今さっき私が乗ってるのと同じ三菱のデリカで来られた、お兄さんもいらっしゃいましたし、また結構ねミニバンで、何の言葉かな、タイかなあるいはフィリピンかな、結構ね聞き慣れない、チャイニーズでもないコリアンでもないイングリッシュでもない、何かねこうコロナが明けつつある今日本が人気のある観光地のようなんですよね。そんな日本に来られた皆様に、出会う皆様に神の祝福があるように、そんなことを心から祈ります。 God bless you 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、心と体と全ての営みが守られ支えられ喜び溢れるように私は何を
いつでも神様が共におられますように私は祈ります。ここ山中湖からゴスペルをあなたのお茶の間にあなたのハートにお届けいたします。神の祝福があなたにありますように。神様、どうぞこの番組を見てくださった皆さんに神の祝福が豊かにありますように。神の恵みが満ち溢れた幸せと喜びを経験できます。今心痛み、体に病気がある方がいましたら、あなたの癒しとあなたの慰めが豊かにありますように。イエス様、どうぞお働きください。In Jesus name, Amen。 それではまた次の機会にお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。